道谷ひと道谷ひと大正14年10月30日は、貴族院直選議員、農商務官僚、法制官僚。備前国小島軍に佐野党の城の三男として生まれ、道谷司務の養子となった。岡山藩藩学で漢学を学んだ後、岡山平学館でフランス語を習得した。その後東京に出て、大学南校で学び、1884年に、 農商務省に出資した。1886年、谷田敵農商務大臣のヨーロッパ歴法に随行した。帰国後は海軍省で翻訳官を務めた。1889年、黒田清高内閣総理大臣の秘書官に就任し、翌年から内閣書記官を兼ねた。1892年、水密飲書記官に転じ黒田議長の秘書官も兼ねた。 1899年より法制局参事官となった。1908年、農商務省に復帰し、水産局長に就任した。1912年には農務局長となり、1920年に退官するまで、その職にあった。退官後も1921年と1922年の二度に、渡って国際労働機関総会で政府代表を務めた。その他、 農村電化協会を創設して会長に就任し、日本館業銀交理事や産業組合中央回復会等も務めた。1923年3月1日、貴族院議員に直選された。ありがとうございます。